はい、JFND の、行動中心アプローチの、第3週の2本目のビデオになりますね。はい、このビデオでまず最初にお話ししたいことは、よくですね、テストだけできて実力がないという人が、そういうことをですね、先生が言っていることがあります。学習者についてね、学生さんはテストだけできて実力がないんだよねっていうふうに言うことがありますね。それからその反対に、あの学生は、テストはできないけど実力はありますよっていうふうに、そういうふうに言うことがあります。でもね、これは基本的にテストが悪いというふうに、思った方がいいですね。はい、なんでかっていうと、その実力を評価するためのテストができていないっていう、そういうことになりますので、なので、もしテストだけできて実力ができないっていう、そういう学生さんがいたとしたら、それはその学生さんのせいではないです。そういうテストをしている先生のせいだと思った方がいいと思いますね。はい、じゃあね、つまりその評価、テストにはいいテストと悪いテストがあるっていうことが、そこからわかると思いますね。で、じゃあね、いい評価方法と悪い評価方法、それはどういうふうに考えればいいかっていうと、大体3つの、考え方があります。1つはですね、妥当性とかバリディティっていうふうに言いますけど、評価するべきものを評価しているかどうかっていうことです。はい、つまり評価するべきではないものを評価しているような、そういうのは、妥当性がないから悪いテストだっていうことができますね。はい、例えばさっきの例で言うと、会話のテストなのに、会話文の読解のテストになっちゃってることがあります。あるいは会話のテストなのに、その会話文に出てきた漢字のテストになっちゃってるようなこともよくありますね。これはこの評価すべきものを評価していないので、悪いテストということになります。それから1の B のところに書いてありますけど、CDS が目標なのに、つまり何かができるっていうね、その目標があるのに、手形を使わないから減点しますとか、こういうのも、試験としては良くないですよね。つまりその CDS ができるかどうかが問題なのに、そこに手形を使っているか使ってないというのは関係ないですよね。なのでこれも評価すべきものを評価していないので、悪いテストと言っていいと思います。はい、でね、この行動中心アプローチで一番大事なのはこの1番です。はい、1番ですね。これは本当に気をつけなければいけません。はい、じゃあ2番目、実際の場面に近いかということですね。これは日本語で真正性って言いますし、英語ではオーセンティシティというふうに言うこともありますね。はい、でこれ例えば、その実際にね、私たちが私が英語を使うときもそうです。あとインドの人が日本語を使うときもそうだと思いますけど、スマホで調べたり、でスマホに辞書のアプリがあったりしますし、ディープ L っていうのもありますよね。それから実際にキーボードを使うことが多いので、そしたら漢字の一つ一つの、止めはねとかね、一つ一つの線の書き方はあまり気にしないでもいいですよね。読めればそれでも日本語をキーボードで書くことができますから。ですから、その、キーボードが本当だったらキーボードが使えるのに、それを手書きで、試験しなければいけないということになったら、これも申請性の問題があると、いうことができると思います。はい、それから3番目はですね、信頼性とか、リライアビリティの問題ですね。はい、これはいつでも誰が試験しても同じ結果になること、同じ結果になるかっていうことですね。誰でもっていうのは試験の先生ですね。どの先生がやっても、いつでも同じ能力の人がいつも同じ結果になるかどうかっていうことです。はい、でこれはですね、C のところに書いてありますけど、行動中心アプローチはではあまり問題になることはないです。もうなんでかっていうと、行動中心アプローチはですね、とてもいろんな、内容のコースがあります。なので、一斉授業はあまり多くないんですね。なので、JLPT のように、たくさんの人が一斉に受ける試験、
そういう試験はあまりないので、この3番目は行動中心アプローチの、時にはそれほど心配しなくてもいいと思います。はい、でもね、もし興味がある人はこの B のところに書いてありますけど、項目反応理論とか、アイテムリスポンスセオリーというふうに言われていますけどね、こういうものについて調べてみるといいんじゃないかと思います。はい、でですね、じゃあここからはあのパフォーマンス評価の話になりますが、ちょっとここで一旦ビデオを切ります。